マミマメもさやかです。 Life is Strange True Colors やっていきます。前回エピソード4が終わりまして、アレックスがとんでもないことになってるっていうところから始めていきます。エピソード5サイド B、 エピソード1がサイド A だったんだよね。 B 最初に戻るってこと？最初に戻ってる。お帰りなさい。服一緒。エピソード4の最後と服一緒じゃん。コロラドでの話を聞かせてくれる？え？ヘイブンスプリングスのこと？明るい話から始めましょうか。ヘイブンスプリングスでは何を学んだか教えて。生きてたってこと？帰ってきたの？どういう状況なんでしょうか。何も学ばなかった。自分、居場所を作ることの大切さ。感情を恐れないこと。感情を恐れないことかな。本当に恐れずに周りをどうにかしてあげたいっていう気持ちで頑張ってたよね。感情に蓋をしないこと。あと、感情を恐れないことです。でも心配していた通り暴走してしまったわよね。いや、暴走じゃなくない？それは違うよ。そのことについてはどう思ってるの？あなたはあの町で立派に頑張ったと思うわ。人の力になったり、お兄さんの死の真相を突き止めようとしたのよね。素敵な恋もした。なのに結局振り出しに戻ってきてしまった。その言い方って合ってんの？振り出しに戻って、なんか頑張ったのにさ、なんかカウンセラーなんでしょ一応。頑張ったのに振り出しに戻った、なんか全然意味なかったねみたいな言い方なくない？違うよ。違う、何かの間違いです。どういう違う？そう思っているのなら気づくはずよ。あなたの目の前には誰もいないって。ああ、間違ってるから。ん？夢？夢っぽいな。一体どうなってるの？アレックスは今もあの鉱山のところに突き落とされたままで夢見てるってことかな。ポスター見る。あ、これアレックスになってる顔が。私の顔、なんでこんなのが。ねえ、ギターだ。ノックして。私のギターだ。ノックしてって書いてある。ギターを。なんか進みそうだから他見ていい？進みそうかな。うん、どうしようかな。ノックしとくか。どうしよう。でもな、いや、しよう。誰？アレックスだけど。そんな人を知らないって？私のギターなのに。お？5つの数字。5つか。なんかあるかな、この周りに。なるほど。ファイル。アレックスチェン。53322。ああ。私の管理番号だ。これは私のファイルかな。夢にしてはえらいリアルですね。レコーダー？
先生はいつもこれで面談の様子を録音してた。今も変わらないみたいだね。なるほど。全ては12年前の事故のせいだ。あの日俺のせいで、あいつらは。アレックス、あなたのことが心配だから聞いてるの。あなたにはこれまでいろんなことがあったから、幸せになってほしいのよ。12年前。12年前。あ、マスターはこれ見られないのちょっときついな。なんかエピソード1戻っていいんかなってあのオートセーブだからさ、ちょっと怖いんだよね。え、でもエピソード1見てたらさ、ここ埋まってたんかな。そのシステムセーブになって引き継ぎに乗ってたんかな。ちょっとあの本当セーブデータ関連がちょっとよく分かんなすぎて下手にいじれないんだよね。でヘイブンスプリングスリン、ある患者が失踪しました。アレックスと呼ぶと返事をします。外に出ようといつも扉に爪を立てていましたが、爪を抜かれてしまったため、もう自分を守る力がありません。見つけた方はくれぐれも気をつけて接近してください。一見友好的で普通の子のように見えますが、過去に問題を起こしています。この子の発見にどうかご協力ください。何これ、意味わかんない。我々の元に戻ってきてくれました。この優しさにあふれた檻の中で飼い殺しにされる道へ選択してくれたこと、とても嬉しく思います。皆さん温かく迎えてください。意味わかんないね。なんだこれ。左が家族写真。私の家族の写真だ。うん。なんでリン先生の部屋に。お兄ちゃん。しかもお兄ちゃんとの写真も最近だね。右のやつ鍵じゃなかった？これってもしかしてギターペグ？ああ、あの弦のところの。あ、取れる。私の家族の写真だ。なんでリン先生の部屋に。不思議世界。レコーダーはもういいかな。見る、開ける、開ける、ファイル開けていいんだ。アレックス21歳、情緒不安定、原始幻聴、妄想、想念、相関念、うつ不安、突発的に暴力を振るうことがある。何これ、さすがにひどすぎる。アレックスは自分が他人の感情を読めるという妄想を抱いており、その能力を使って他人が自分心の傷を乗り越えるための手助けができると考えている。だがアレックスほど感情の問題が顕著なものが他人の心をケアできるわけがない。彼女はいつか久しい人間の心の傷を無様にも修復しようとし、逆に傷つけてしまうのではないか。私はこのように考えている。彼女が私の監視下に戻らなければ、その予想はきっと現実のものになるはずだ。このように彼女の妄想は本人にとっても他人にとっても危険なものである。故に私は専門家として一つの治療法を提示したい。アレックスを深淵に投げ込み、突き出た板やレンガにその体を打ちつけてバラバラに砕き、存在が忘れされるまで幽閉するというものだ。これは考えうる限り最も人道的な手段である。まあ、この今の世界がアレックスの中の世界って考えると、自分を客観的に見てこういう風に思ってるんだろうなっていう感じで見ちゃうよね。なんか夢らしいなって感じ。さすがにドア開かないよね。ここは私の居場所じゃない。早く出て行こう。え、どっちがいい？でも開かないと見て、開けてみていい？
なくなった。無理か。無理だった。いや、ここからは出れない。よし、じゃあギターやってみよう。開ける。あ、なんだったっけ、あ、なんだったっけ全然忘れた。53322。私の管理番号だ。これは私のファイルかな。53322。おー、リアル。53322。あー、丸ボタン押した。プレステ5は×です。あ、ピック外れてる。ピックじゃないよ、なんて言ってた。今からつけるのか。直す。兄さんからもらったのに弾いて聞かせてあげられなかった。そうに。うん、演奏する。奇妙な音楽。ダメ、夢の中ってうまくいかないよね。あ、それ撃たれたやつ。撃たれたし落ちたし。あ、生きてる生きてる生きてる。自分の血で気がついたんかな。撃たれてはなさそうだな。これ単純に落ちた時の痛さじゃない。いや、体大丈夫。あ、途中で引っかかったんだ。うわー、いや、もう絶対骨折してる。痛いよね。ジェドは確認してないかな。大丈夫？あー、待って、それ以上落ちたら嫌だよ。頑張れる？あー、もう嫌だ、怖い。頑張れ頑張れ頑張れ。あー、嘘でしょ、嫌だよ。いや、マジアレックスが何したっていうん。何病院？え、何？もう一回？おい、起きろ。え、ねえ、なあ、兄さん。なんで？あ？死んだらいちゃダメか？いいだろ。どういうこと？ここは病院っぽいな、見た感じ。メンデス先生 ICU へ。メンデス先生 ICU へ。あ、やっぱ病院だ。ねえ、これはあの時だな。俺たちはまだ子供で、お袋は病気、入院中だ。俺たちは見舞いでここにいる。おお。なりきれ。なりきれ。いった。もう、何なの。何のことだ。ねえ、やめてよ。お前たち。父さん。あ、いや、お父。やめなさい。お父さんなの。急に。アレックス、行ってきなさい。うん。
母さんはあのカーテンの向こうで私を待ってた。ねえ情緒、私の情緒。絵画、これまだ覚えてる。こんなのでもアートになるんだって教えてくれた絵だ。まあね、芸術って紙一重だよね。空きベッド、こっちのベッドは空いてたから実質個室だったんだよね。なるほど。テレビ、兄さんとよくここでアニメ見たっけな。一応子供の頃なんだよね。絶対こんな壁掛けの液晶テレビじゃないと思うけどな。その割に扇風機なんか古いんだよな。母さんのキーホルダー、キーホルダー、あー猫ちゃん。このキーホルダー母さんのお気に入りだった。招き猫じゃん。千万両って書いてある。思いっきり漢字。これ何、日本語版だからこうっていうわけではなく、本当に日本のキーホルダーなのかな。ここにいた時に何度も読んだな。中身をほとんど覚えちゃうくらい。わかる、そういうの。この中は注射器でいっぱいだって兄さんに聞いて怖くなったな。へえ。見れるじゃん、よかった。気づいて。ゲイブ、アレックス、大事な話があるの。よく聞いて。話お知らせ。病院で検査したら少し気になることが出てきてね。しばらく入院することになったの。本当？ねえ大丈夫なの？二人とも泣かないで。お母さんすぐ元気になって帰ってくるから。お母さんがいない間大変なこともあるでしょうけど、みんなで協力するのよ。少しの間頑張ってね。なるほど。よし、じゃあ行ってみようか。このカーテンの裏ですね。見る。このカーテンの向こうに母さんがいる。イケイケのと思ったらバンダナだった。これ脈すごい遅いの。いろいろ管がつながれてる。お父さんの荷物。父さんがここに泊まるとき、夕食は自販機で買って済ませて、この硬い椅子で眠ってたんだよね。大変だったろうな。父さんの泣いてる姿見るの、子供ながらにしんどかったな。ここに来て母さんに会うたびに、これが最後になるんじゃないかって心配になった。ちょっと、だいぶ待って、だいぶやばいんだけど。お話ししよっか。お話できる？母さん、辛かったらいいからね。ああ大丈夫。平気ねえ。本当に強い子ね。その強さはどこから来たのかしら。私もやり直しだ。え、あれを忘れてるぞ。何あれ。いった。え、何なの。何忘れてた。ねえやめてよ。お前たち、え、父さん、やり直させられてる。
何忘れてた？なんか思い出あったっけ？アレックス、行ってきなさい。わかった。セーブしたな、今すごい私情緒やばかったのに急にゲームだった。え、何忘れた？忘れてるって一体何を？急に水が出てきた。見る。こっちのベッドは空いてたから。一緒っていうことかな。実質個室だったんだよね。あ、扇風機も増えてる。え、増えてるよね。なかったよね、さっきね。扇風機行く。この部屋はいつも暑かった。水。お母さん、水がないとまともに話せなかったんだよね。あ、そうなんだ。これ持って行こうよ、じゃあ。お母さん、水がないとまともに話せなかったんだよね。え、どうしたらいい、これ。水を持っていくっていうコマンドはないの？どうしよう。うん、まずカーテン行く。じゃあ、カーテン行って、え、これで変わってる？あ、そうだよね。あ、いや、変わってない。お母さん、水がないとまともに話せなかったんだよね。カーテン開けてから両手で水持っていくんかと思ったら違ったわ。この時母さんとは何を話したんだっけ？何を忘れたんだろう。ああ、思い出そうとしてるんだ。水結局持ってきてないけど。母さん、お水。平気？ねえ、お水。まずは水を飲ませてあげなさい。持ってこれるな。よかったよかった。急ぎ急ぎ。取る、うん、なんか入ってる？あ、なんか入ってるのね。あ、ごめん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 。はい、どうぞ。大変だな、乾燥しちゃうんかね。ありがとう。小さい頃からあなたは滅多なことでは泣かない子だったわ。知ってた？お母さん、そのことでよく悩んだのよ。あなたみたいに強い子をどうすれば守ってあげられるのか。なるほどね。弱音吐いたりしないし、頼りにしないしみたいな。確かにね。ガス抜きはいるもんね。なんだ。アレックス、強い子でしょ。泣かないで。あなたにも一つお願いがあるの。うん。ゲイブとお父さん、二人のことは頼んだわ。力になってあげてね。お願いできる？アレックス。本当に強い子ね。その強さはどこから来たのかしら。
本当アレックス強いよね。これは何？あ、心電図？いや、テレビデオか？ガチの昔になった？どこここ？なんかすごい和風だけど。自分ち？昔の自分自宅？お母さんはどうなったんだろう。あー、亡くなっちゃったと。そうよね、アレックスがこっからどういう人生なのか紐解いていく感じだよね。だって謎なこと多いし。シュ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 言ってくれる。おーっと、あれが最後の会話か。お兄ちゃんだろ。うん。あ、ネックレスしてる。そうだよ。辛いな。ねえ、まだ続くの？1年後、俺はあれにあれて親父とも喧嘩ばっか、うん、でもお前はそれが嫌で止めようと頑張ってる。うん。これもきっと辛いぞ。覚悟しろ。あ、これお兄ちゃんとお父さんが言い争ってるってこと？アレックスのそのさ、人の心が読めるようになったのって何歳からなの？いや、人の言い争いの声なんて聞きたくもないよね、ほんと。ああ、それで音楽にのめり込むっていうのはすげえわかる。いつもこれが助けてくれた。私は嵐が過ぎ去るのを必死に待つだけ。いや、それすごいよ、わかる。まあ、お母さんの遺灰の下にあるんだ。祭壇か。何、祭壇じゃないな、なんて言うんだっけこういうの。ちょうど忘れてた。というわけで今回のパートはここまでにしようと思います。自分の怒りを封じ込む。うん、ありがとうございました。